んちは、メッセージあありがとうございますあやさちゃんねあの FX なんですけどもんこのね怖さを克服するメンタルの鍛え方ねこれねうんあるようなないようなって感じですねえっ、ー、と今のところ私も克服できてるわけではないんですよで考え方としては一つあのテクニカルに徹することなのかなと思うんですよテクニカルってのはもうお分かりの通り一定の確率そうならないことを許容して えー、まあ一定の確率そうなることを期待するっていうものですよね私の場合は4対6って考えてます6割はその通りにテクニカルは動くんだけども同じように行動した場合4割はそうならないってことをね許容、えー、してるんですよですんでグワーッとの大きなね寝動きがあった時に100回やったら40回は失敗するロスると思ってるんですよロスカットになると思ってるんですよで60ぐらいはまあ 自分の思った通り働くのかなと。要するにこれが五分五分以上だったら勝てるわけなんですよね。ただそこに利罪を狙ってるだけなんですよ。まあ、ですんでね、今回みたいなエントリーがあった時も、うん、怖くないってことはないですね。えいやっていかないといけないところがあります。そこで二つ目の考え方が出るわけなんですけども、このもともとね、FX に限らず投資って、あの、エントリーするときとか入金するときって怖いわけですよ。 あの例の何ですかね、J コスメっていうのがあったんですけども、最初の10万円を入れた時の気持ち、今でもあるんですよ。この10万円下げられるんじゃないかなと思ってドキドキしてたわけですよね。で、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経つまで、入金があるまで、本当に気が気でないような感じでした。本当にね、10万円でもそんな気持ちがなりますし、FX の場合、もう最小ロット、それこそね、数十円とか数百円でも、ものすごいね、心理的な負担がかかるの、今でも変わんないです。 でこの怖さが投資なんだろうなと思いますよね。その怖さがなかったら、もうね、学んでいこうと思わないですし、リスクヘッジしようと思わないと思うんですよ。それこそ、お金のことも人生のことも舐め切っちゃうと思うんで、本当の失敗につながると思います。まあ、ですんでね、恐怖を自分の友としてね、恐怖を自分のエネルギーとして考えていく必要があるのかなと思います。で今回の動画のまとめになりますけども、恐怖っていうキーワード、これね、 ななくすすものでではないんですよ恐怖っていうのはいつもこの心の中にいて小さな炎になって燃えてるんですよねでこの炎を恐怖っていう炎をどう扱うかが日々の鍛錬だと思ってるんですよ、うん、でこの炎を扱い損ねたら自分の身が焼かれるんですよねでも程よく扱っていけばいつも自分の心を燃やしてくれる原動力になると思ってます、まあ、ですんでねうんあやさちゃんの質問になりますけども克服するための方法って私も 見えないんですけども、ないと思いますけども、ただその恐怖をね、怖さを扱っていこう、扱っていくこうとはしてます。そのためにテクニカルを学んだり、いろんなね、えー、症例を検証したり、毎日継続するのもそのためです。毎日継続して、だん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 、怖くなくなる部分が少しはね、出てくるんじゃないかなと思って、ここまで来ました。えー、で、私はね、あの、FX の、その、証券講座、XM 証券に、まあ、100万入れてるわけなんですよ。 でこの100万円が増えたり大きくなったりしてるわけなんですよ基本的には減らないんででもねもしこの100万円が全部なくなったとしても生活の破綻はないんですよ、うん、だからそこをいつもね考えることにしますね、うん、そうなると恐怖心が消えちゃいけないんでこのお金なくなっても大丈夫だと思ったら恐怖心が消えちゃうんでやっぱりね別のゆらゆら燃えるような小さな恐怖心をなくさないようにしますよねどっかで恐れてどっかで侮らないようにしてどっかでね うん制御できるような自分を構築しようかなと思って、まあ、この暮らしを続けてます、えー、曖昧な答えになっちゃってすみませんけども恐怖を克服する投資に関するね恐怖を克服する方法っていうのはね未だに見つかってないんでだからこそ研ぎ澄ましてやっていかないとなと思っているところですでは本日は以上ですありがとうございました